えー、四国の出張で買って帰った、あの、そうめんを今から食べようと思います。えー、オリーブのそうめん。これどこのだえー、い、いこま半生オリーブそうめんセット。 麺の長さが約1メートルありますので茹でる前にお好みの長さに切り揃えてください。大きめのめ鍋に多めのお湯をよく沸騰させ麺がくっつかないように入れます。で、かき混ぜて、えー、熱いだし汁やお味噌汁などはそのままで冷たく召し上がる場合はそうめんをザルにあげて冷水で水洗いします。で、今日は冷たいまま。 めんつゆせっかくあるんで、冷たく。あ、やばい。ザルあったかなザルがないかも。あ、いや、あるか。あ,あ冷ためはやっぱり食べよう。これ、えー、1メートルの長さなので、どれぐらいなのかな。貯金。貯金でいいかな。美味しそう。オリーブは小豆島が有名なのかな 開けてみました「オリーブのそうめん美人です」うん麺はあのー、よく食べるあのイボの糸とかあれよりは太めこう見た感じあれはもうあのー、なんていうのかな乾麺乾麺でいいのかなあの乾いてる。 細いのに比べたらこれまあ半生手作りの半生麺で少し太めでこの先っぽはえ結構太くこう残ってます麺の太さこれ 2mm ぐらいあるかなこれはこれ以上あでもやっぱり茹でたら少しぐらいはこれまあ増える太くなるのかな よし。あ、茹で時間書いてあった。3から4分。うーん。今日はあの、ネギとか何も、そういうのがないから、もう、そうめんだけです。あ、リラックマの、この前もらったリラックマの器で食べてみよう。よし。作ろう。とりあえず、まずは冷たい、そうめん、いきます。 二つんつゆあるので、一つはあの冷たいまま、もう一つは温かいそうめんにしようかなと思います。作り方はあの、あの、えー、つゆ、かけつゆ、えー、240ミリリットルのお湯で薄める。で、つけつゆの場合、これを60ミリットルの水、またはお湯で薄めて。で、ちょっと薄めてみました。もう器がちょっと、このスノーピークの、 キャンプで使ったりするようなやつしかありませんこっちは器はえ、えっと、ローソンでシ、えール集まったらもらえるやつリラックマのそれですやっぱり結構太め普通のそうめん <laughs> 普通のそうめんと比べたら結構太めです倍ぐらいあるのが3倍ぐらいあるのかないきますおいしそうきれい うん美味しいあの、オリーブ、そうめんだったっけだからといって、あの、オリーブの味がするとか、そういう感じはしませんが、コシがあって美味しい。なんからしっかり味わえる感じ。うどんとそうめんの間ぐらい、この太さは。噛み応えがあって、すごく美味しい。 特にこの端っこのちょっと太いところがなんかいいなおいしいズルズルすごいこれマイク音拾ってるかもしれないまあいいかよしちょっとこれ全部食べたらあったかいので食べてみようと思います、えー、あったかいのを作ってきました なんか器のせいか <laughs> どうどうなんのかな食欲そそらないんだけどちょっとどうしよういってみよう <laughs> うん冷たい方の勝ちこれはこれでおいしいけど あのめんつゆを薄めるよりはあのー、うどんのだしとかあっちかな好きなのはこれめんつゆを薄めて食べるよりはうーんやっぱあっちだなこれはちょっと待ってよさっきのが残ってるからこれでちょっと いや冷たくしようもう一回これ麺一回冷たくして締めた方がいいなおすすめはやっぱり冷たい方ですねであのー、おつゆを変えたらあ,のあったかい方でもいいかもしれない美味しくないわけじゃないけどあでもこのちょい太めの麺すごく美味しいこの食べ応えがあって うんネギとかいろいろ浮かべるともっとおいしいんだろうなあでもあったかいこれ子供がは好きかなあったかい方はなんかちっちゃい子こういうの好きかもうんうん あの四国行ったらうどんだけじゃなくてそうめんもちょっと食べてみてくださいとってもおいしいですということで全部食べたら寝ますおやすみなさい